はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。アストレイレッドフレーム、こちらの方ね、今日は完成しましたんで、使っていきたいと思います。ちょうど設計図集まったの今夜でして、夜の早い時間帯に揃いました。なんで実況と収録はちょっとできませんので、まあ、とりあえず、今回は演習場のみという感じとします。まあ、収録はちょっと後日かな、休みに入ってからにしたいと思います。あとは、ちょうど設計図集まったタイミングで強化パーツ揃っていましたんで、今回は総合強化1でいきたいと思います。初めて登場する機体です。慎重に行きましょう。パイロットスキルはバスインファイトにしようかな。モジュールボードはこちらを使っていきたいと思います。ブースト消費が激しいとちょっと聞いてたので、一応これでいこうかなと。まあもしよく切れるってなればこっちかな、ブースト回復速度どっちかを使おうかなと思っております。まあ、今回はとりあえずブースト量増やしてる方でちょっと試しに様子見たいと思います。よし、格闘結構強くめにしてある、これにしようかな、マスタリーシートは。よし、あとはパイロットスキルはこれでいいし、モジュールボードも、これだな。よし、選択できてるな。よっしゃ、じゃあこれでいってみたいと思います。さあ、ちょっとどんな感じか楽しみなんですよね。対戦した時に結構なんか早いイメージがあったんで、まあ格闘は早いって感じでしたね。普通に何もしない時の動きはちょっとエールよりも若干遅そうに見えたな。はい、それではやってみたいと思います。歩いた感じこんな感じです。回避入れるとこんな速度で連続で入れれます。何押し回避するとこんな感じです。さあ、まあ思ったよりは警戒かな、見た時、敵として戦った時感じたよりは、まあちょっと若干、回避連続で入れても遅いかなって感じが、まあまあ使えるでしょう。結構これは良さそうだ。見た目がまずかっこいいからね、いいなあ。これは刀もかっこいい。さあ、早速ね、機体スキル確認していきましょう。機体スキルの方こんな感じです。居合切りとフライトユニット分離。前回まあ紹介動画の方でちょっと軽く説明したんで、まあ、今回ちょっとこの辺省きます。もし気になる方、文章を見たい方は再生止めて見てもらえるといいです。はい、攻撃確認いきましょう。ビームライフル、放電球で東部バルカン居合切り、そしてガーベラ製とやら格闘やらいろいろありますね。はい、いよいよやってみたいと思います。ちょっと楽しみだったんですよ。ビームライフルは威力が高いですね。あ、これが放電球か、たまたまちょっと今出しちゃったけど。じゃあちょっと試しに放電球何発でよろけ取れるのかな、やってみようか。1発、2発か。2発でよろけが取れるか。あった、今度は居合切りちょっと試してみようかな。これ何もしなかった居合切りね。さあ、今度はチャージをして、これが最大、おお、威力高いですね。いや、これはすごい。でもやっぱブーストは切れちゃうな。やっぱ想像以上に消費激しいんですね、これは。いや、これ意外と必ずブースト切れ起こしちゃうぐらいのつもりでやらないとダメだな。バルカンでよろけを取って居合切りいいかもしれんな。貯めると多分ガードされちゃう可能性があるな。タイミング見ないとダメだな、結構。あとはどうだろう、ビームライフル一発あ、ちょっと待って、ビームライフル一発当てて光電球でもよろけ取れるかな。あ、取れるね。同じようなダウン値なのかな。光電球はどのぐらいの位置からでも当たるのかな。ちょっとこのぐらいの高さからは当たるね。あ、これも当たる。おー、意外と当たるんだな。いや、結構高く上がったけど、これでどう？あー、間違えた。これでどうだ？当たるんか。待って、結構いい判定するのかな、ひょっとしたら。待って、この辺ならどうだ？この高さは無理じゃないか。え？当たるんだ。通りで当てられたって思ったわ。なんか変な位置から当たるなって。さすがにこれは結構マスター気味でも当たるんだね。びっくりした今の。
これ意外と使えるかもしれないな。さあ、あとはフライトユニット分離、これがロックオンを拡散してくれてる間にこれでできるって感じか。ロックオン外せる効果があるんで、やっぱりあれが回ってる間にこうチャージコイン貯めて切りかかるとかいいかもしれないな。はい、それでは、格闘の方とかも確認していこうかな。いや、意外と光電球の使い勝手が良かったな。想像以上だ。結構真上からでも、真上から完全な真上は無理かもしれないが、ある程度はいけるんだなと。マニュアルの時って別に何もないかな、特に。これはまあ普通通りだな。別にこの辺は変わらないか。まあ、別にマニュアルで何かが出せるとか、光電球が使えるとか、こんなこともないな。さて、それでは、行ってみようか。格闘の方ね、確認していきましょう。これが普通の格闘。結構威力高いですね。カーベラストレート。いいですね。さあ、次はこれ。上角。で、居合のコンボ。そして、横角。横角はなんかその場で結構切りつけるって感じかな。これなんか思ったより面白そうだな。ちょっともう一回やってみよう。なんか結構バリエーションがあって面白いですね。あー、ちょっとやりにくいな。どうしようかな。いろいろできるな。横角、上角、居合、いろいろできて面白い。バリエーションがあっていいですね。下角はなんかすごい武装だったな。面白いな。下角がちょうど光電球使ってなんか吹っ飛ばすみたいな感じなんだな。面白い。なんか居合につなげやすいですね。なんかどれもこれも。面白いな。これは結構使い勝手良さそうだ。こうやっておとりやってる間にいろいろできるな。なんかフライトユニット飛ばしてる間はちょっとなんか移動速度遅かったような気がしたぞ。今一応確認しとこう。さて、ちょっと待ってね。とりあえず最大威力でどうなんだ。ああちょっと、ああ切らしちゃったか。まあいいか。さあ、とりあえずフライトユニットちょっと溜めた状態で飛ばしてる間はもしかして移動が、とりあえず装着するとき止まるとかそんなことでもないな。あれ、なんかさっき一瞬動きが遅く感じたんだけど、気のせいか。しかし面白い武装が多いな。これきっと楽しい機体になりそうだね。あ、楽しくてちょっとやってしまうな。なんか1段階なら溜めてきれるね。さあ、これ飛ばしてる間に、あ、この間はちょっとなんか遅いな、やっぱり。フライトユニット飛ばしてる間はちょっとなんかブーストダッシュとかしてもなんか動きが鈍いような感じがします。はい、それではね、最後にタックルして終わりたいと思います。かっこいい。なんだ今の。もう一回やってみよう。わあ、なんかこう花びらみたいなものが舞ってる。おお、これ最後ラストキルとかに決めれたらすごい気分いいだろうな、きっと。はい、それではね、このぐらいにしたいと思います。ぜひね、皆さんもこれ作ってみてください。アスレレッドフレーム、楽しそうな機体です。さあ、それでは皆さん、今日はこのぐらいにしたいと思います。おやすみなさい。